そういうことですよね。最初ちょっと辛いんですけど、大丈夫、全然問題なかった。7種類の唐辛子。まもなく開演でございますので、もうしばらくお待ちいただきたいと思いますが、会場入り口の方にいらっしゃる皆様、ちょっとどんどん混み合っておりますので、前の方にですね、お待ちさせていただきまして、テーブル前、ステージ前のテーブルの方もまだ空いておりますので、どうぞ皆さん、遠慮を取らずにですね、前の方に足を進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。早かったですね。あ、もうちょい入ってきました。あ、そうですか。はい。この場面も出たんですね。それでは皆様、これより発信させていただきたいと思いますが、今日はたくさんの有名アスリートの方、そして芸能人の方お越しいただいておりますが、写真撮影の方はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。それではただいまより第4回脱穀米の集い開催させていただきます。トークショーに引き続きまして、これよりテーブルの方におビールご用意させていただきますので、それぞれのテーブルで乾杯のご準備をお願いしたいと存じます。なお、乾杯後のお料理でございますが、ちょっとこのお時間をお借りしまして紹介したいと思います。本日のお料理はですね、イルトン福岡シーホーク料理長に腕を振るっていただきまして、雑穀や雑穀系発酵調味料ナチュラルクックを使用した料理をご用意させていただいております。それから波悦子さんブレンドの雑穀おにぎり、こちらはもうぜひ食べていただきたいと思いますね。また雑穀野菜ジャパンの、女性陣が開発しました和野菜の青唐辛子醤油漬け、こちらを使用したおにぎりもございます。皆さんでおにぎりもぜひ、ご賞味いただければと思っております。また今すでにテーブルの方にございますが、大豆の醤油漬け、こちらが、もう隣にスプーンが置いてあると思いますが、ぜひこちらもですね、食べてみていただきたいなと思っております。またお飲み物の方には雑穀米焼酎本膳中ご用意させていただいておりますので、販売の後はですね、しっかりとお食事の方とお飲み物をお楽しみいただければと思いますので、お願いいたします。さあ、それでは、皆様準備の方は整っ
のでございますが、はい、それでは乾杯のご発声を。同業法人ファインワークス取締役の石田和美様にお願いしたいと存じます。それでは石田様、ステージの方にお願い申し上げます。皆様、こんばんは。ただいま紹介いただきました石田でございます。私は北海道の大体中心部といいますか、トーマという町の農業をやっております。2個で法人をやって、水田が主なんですけども、約80丁とやっております。畑に、40丁ほどで、その畑を石田社長とお付き合いをさせていただいておるわけでございます。石田社長とは5年ほど前にひょんなことから電話一本のつながりから今に至っております。私どもは試験的に作ったものがどん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 溜まっていって、それが売るところがなくてもうどうしようもないというような状況で、もう投げるのというぐらいまで行った時に電話一本で内田社長と知り合って、それがとんでもないことの値段になったという経緯がありまして、今までに至っております。私たち今日も、北海道から7名でやってきました。1回目から毎回参加させていただいておりますけれども、この1年のここの始まりで、私たち夏の1年の農業の、肥やしとしてまた帰って頑張りたいと、毎年そういうの思いでここに来ております。これから、また4日ほど九州をちょっと遊んで帰りたいなと言って影響に出されて帰っております。これからもこの会が長く続くことをご記念しまして、乾杯させていただきます。乾杯！どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。さあ、それでは、全国各地から今日豪華にお越しの方、いらっしゃいます。ここからはですね、しっかりと九州を堪能していただければと思いますので、ぜひまずはお料理をお楽しみいただきたいと存じます。本日のお料理でございますが、フルトン福岡シーホーク料理長に腕を振るっていただきまして、雑穀屋雑穀屋よろしくお願いいたします。どうも、こんばんは。北穂選手がなぜここにいらっしゃるのかっていうところで、皆さん不思議に思ってらっしゃるんですね。はい。まずはじゃあ内田社長との関係、出会い。2年前の、はい、5月に初めて、はい、食事を一緒に出してもらって、ベストアルミニっていうね、会社はもう随分前から存じ上げてて、我々ホークスのスポンサーになっていただいて、ね、買った時とかね、行った時には商品いただいたんですけど、初めて始まり、食事をする機会を設けていただきまして、それからの仕事です。そうなんです、はい。で、この2年の間に一緒に食事したり、飲んだりしてるうちに、はい、なんとこの度、国場東選手がバットを再利用した前橋が出来上がったと聞きました。そうですね、はい、これも内田社長が、はい、その最初の食事の時に、はい、パッと背広の胸から出されて、はい、自分で組み立てられてお箸を使われたんですよ。はい、それを見てかっこいいと思って、はい、だから社長がもう金を使いなさいということで、1本プレゼントしていただいて、はい、でそれから僕はもう2年間ずっと外食の時は前橋を持ち歩いてるんですけども、はい、で、まあ、僕はバット折れたバットは今、はい、お寺で供養してもらうために取ってあって、お寺に供養してたんですけども、まあ、供養もいいけど、まあ、何から利用できることはないかなっていうので、うん、まあ、年間約30本ぐらい折れますので、はい、まあ、それをお箸の方にやっていこうと思います。やっとこう完成して、おで、ちょっとじゃあちょっと、見せていただいていいですか。はい、マイク持ちます。国語広樹選手の、使用したバットを再利用したですね、前箸がこちらは、4月頃です。まだちょっと正式には発表の日程が決まっておりませんが、4月頃にホークスの公式サイトにて、販売されるようになりました。すごい。こちらは、国語選手
手の、まあ、いつもサインに書かれている一瞬に生きるっていうのが書いてあると見えますか。今すごいフラッシュが、写真撮影の方すいません、報道陣の方だけのみということで、よろしくお願いいたします。まだ4月中旬のお話、あの4月頃のお話でございますので、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。じゃあ国保さんはもう2年間内田社長からもらった前橋を使ってたんですね。ずっと使ってて、でまあ本当はご縁でですね、こういう形で、まあ、また国保さんこのバットのね、お話になると思ってなくて、まあ、僕自身 も、はい、もう前橋をずっと使ってたもんですから、はい、まあ、そういう話になってきたというのは非常に、あの自信を持ってですね、あの広める運動に参加できるようになって社長に教わってから、はい、やっぱいろんなところでその環境に対する意識が僕自身の中で芽生えたので、それまで全くなかったんですけど、まあ、今日はこういう場でね、お披露目させてもらって、ありがたいですね。あのご自分の一瞬に生きるという文字が入った前橋見ていかがですか。僕実は今初めて見たんですけど、あ、本当ですか、はい、どうですか。限定400本らしいので、はい、一人でも多くの方に使っていただきたいんですけど、まあ、資源が俺らマックスタリーがありますけども、ただいまのところ限定400本ですが、今シーズンたくさんもしバットが折れたら本数が増えるって思っていいんですか。昨日早速1本折れたんでそれは走りに飛んでます。すみません、これはあまり縁起のいいお話ではないんですが、あの折れれば折れるほど前橋ここいろセンター橋は増えると思って私たちは見てていいんですね、はい。まあ、ただ、バットが折れるよりもあのホームランをたくさん見たいなというところで、はい、せっかくお越しいただいておりますので、はい、あの今日全国各地からですね、はい、あのお越しいただいております。もう全国各地にホークスファンも増やしていただける方がたくさんいらっしゃいますので、はい、ぜひあの今シーズンにかける思いをお願いします。あの本当、まあ、僕は野球プロ野球選手なんですけども、もう、宇治原社長にお会いしてから、あのやはり食ということに関しては非常に意識が高く、口に入れるものは意識したんですけど、社長とこの監督もいただきながら、本殿なんかも飲ませていただきながら、まだこういう場でね、こういう皆さんに応援できて本当にありがとうございます。今年のシーズンも精一杯頑張りますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。では、この選手はこれはもう持ち帰りです。初めて見た応援ご自分の、じゃあ橋を持って今写真撮影をしていただきたいと思います。これは明日の新聞とかに載るんですか。多分ね、明日の、新聞に載ると思いますので、スポーツ新聞もですね、地域によって、露出が全然違いますので、ぜひ福岡でスポーツ新聞買っていただいて、これもお土産の一つになるんじゃないかなと思います。あの多分ね、北海道だとホークスよりもっていうようなところだと思いますので、まあ、えらいこんなに地域によって違うんだなっていうのも堪能していただければなと思います。この後あの国保さんも懇親会の方はお付き合い、では国保選手というか、まあ、折れたバットをですね、今までは
やっぱり捨てることはできずに、まあ、ずっと取っててオフに、ね、まとめて、まあ、バットの供養ということで、まあ、ここ数年はやってたんですけども、まあ僕自身がまあ内田社長と知り合ってから前箸を使うようになって、まあ、なんかこれをバットをうまく、ね、箸として利用することができないかなというところで、ね、可能だというふうになったんで、じゃあやってみようということで、まあ、いいものが出来上がりましたね。まあ、普段からもうご自身でも常に使われて、はい、もう2年社長と知り合ってからはもう常にバッグに入ってますので、もう僕自身がもう外食では必ず2年間ずっとね、愛用させてもらってましたので、ね、まあ、そういう点で、まあ、自分自身もやってて、それがまあ自分のバットでもそういうふうにね、そういう情報を発信できるという、まあ、ところで、まあ、いい企画だと思いますね。実際出来上がった前端、はい、いかがでした？正直自分が思ってたよりも良かったです。僕自身が持ち運ぶときにですね、お箸の長さだとなかなか持ち運んでくれる人がいないっていうのを僕自身が体感しますのでね、だからあれを、まあ、組み立て式にして、長さは半分で持ち運べるようにというところでね、多分ご購入、ね、されてしていただいた方も持ち運ぶには楽だと思います、はい。まあ、実際、まあ、限定という形にはなりますけれども、はい、まあ、折れたバットの数なんですね、限定にせざるを得ないところがあって、はい。まあ、今回その、まあ、現在は4はい、はい、ご自身の、まあ、高校さんのバットから、はい、もう一つの数字は、はい、を記載していると思うんですけど、はい、ご自身そっちの方のご予定というか、まあ、開幕はね、今年はヤフードームでスタートしますので、まあ、なんとかその開幕3連戦でね、まあ、出るのが一番いいですし、で、まあ、今回こう限定で、ね、400本販売されることになりましたけどね、販売予定よりも早く達成したいなと思います。はい、オープン戦も始まっていますけれども、はい、その点、挑戦の方はいかがでしょうか？はい、もう順調に来てますし、まあ、僕にとってはちょっと17試合多いぐらいなんで、ね、残りまだ10何試合ありますからね、開幕までに怪我しないようにして状態を上げていきたいなと思います。はい、はい、代表以上ですけども、はい、どうもありがとうございました。はい、どうぞ。